ございます。おはようございます。今日の東京天気はいい、綺麗、いいね。だけど今から行く場所は天気悪そう。来たよ宮古島。おーすごい。旦那は沖縄初めてですよね。人生で初めてだよ。うん、没错。我同丹丹是第一次一齐嚟冲绳啊。虽然自己都有以前同朋友嚟过啦，但系同丹丹真系第一次去啊。而且今次咧系去宫古岛，咁所以希望可以将一啲深度嘅行程啦，同埋好正嘅地方咧介绍俾大家。咁之后大家再嚟嘅话，就可以参考一下啦。我哋行啦。これってさ、サトウキビ？そう思うよ。すごいね。取って食べていいの？いや、ダメでしょやっぱさ、あんまり高いビルないよね。多分台風とかのこと考えてるのかな。でも那覇多いよ。あ、逆に広いから低くて大きく作ってもいい。逆に東京狭いから高く上にってこと。やっと分かったこの世界のことについては旦那、お腹空いてきた。うん、お腹空いた。東京から3時間ちょいの飛行機だったんですね。お、見て、うん、アグー豚ランチだって。ああ、宮古牛も、うん、雪塩ランチ。うわ、食べたい。お腹空いてきたね超興奮啊佢。嗱，唔好睇宮古島雖然細細喎，但喺呢個大自然滿載嘅南國小島上面，佢飼養咗唔少嘅牛同埋豬隻，出產咗唔少品牌肉嘅。まずこちらですね、沖縄県産の黒毛和牛で、こちらが沖縄県のですね、アグー豚ですね、黒豚でございます。でハンバーグは宮古牛 100% で練り合わせたものを使ってございます。すべて宮古島の島野菜でご用意させていただいております。料理長、こちらにいろんな塩がありますけど、はい、どういった時に使うものですか。こちらはですね、このお店自体が宮古島でお塩を作っている会社が運営しているステーキハウスで、こちら前菜ではですね、もずくとパテドカンパーニュ、ジーマミー豆腐とご用意しているんですけれども、一口お召し上がりいただいた後に、例えばもずくにはシークワーサーのお塩をかけたりですとか、パテドカンパーニュにはステーキ塩が合いますの でお肉料理にはですね、こちらステーキ塩が合いますし、あとお野菜にはですね、こちらチャンプルー塩なんかをおすすめしています。噂の海ぶどう噂、うわ、うん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 、プチプチ、味ある、うまい。有冇隔住个 mon 都闻到啲香味呢？今次我哋点咗名物雪莲午餐，加上大厨喺面前即席以铁板烧，火候十足啦！哇！今から宮古牛焼くよ。やった、三種肉、三つのお肉も食べれます。私は豚食べたいね今。じゃあ俺牛。ほらもうせっかくらん、うん、こっちちょっと歯応えあるけどね、うん、うん、美味しいよ。ちょうどいい脂加減、うん、沖縄来て初の食事はこれだから最高だね。おお。あー、お腹いっぱい。お腹いっぱい、うん、いろんな塩あるね、うん、あとは雪塩ミュージアム行きますよ。これが噂のハイビスカスだよ、うん、香りがないイエーイ！我哋而家嚟到雪莲嘅博物馆啦，咁其实佢同时一个工厂嚟嘅，咁所以好多产品可以买啦，同埋试食啦，同埋可以体验嘅。我哋去玩啦，行きましょう。行きましょう、楽しみ。这里结合讲解 Lounge 和商店于一身，我们先去听听导赏员讲解雪莲的制造方法。ミネラルの含有数が18種類で世界一になったのが2000年の。はい、されましょう。どれにしようかな。雪塩ソフトクリーム。いいと思う。いいと思う。子供みたい。
見て、雪塩ラテもあるよ。有鹽味同埋有奶香，咩合唔合？我試，仲可以落埋佢依度啲鹽啊！等我哋試下先，落茶。誒，Hibiscus。嗯，變咗粉紅色啊！合唔合塩？シークワーサー。哇！我係咁食鹽啊！今日 M 君同你試下嘛。こっちやった。あ、いいいいすいいす。美味しいです。試食コーナーあるよ。いろんな種類ある。これ見て、これ見たことない。ポルチーニとか。ゆで卵、ゆで卵よ。チンスコ、定番でしょ。食べたことあるよ。チンスコっていうクッキーみたいな。美味しいこれ。美味しい。今からスキンケア体験するよ。肌ツルツルになる。はい、左手で。はい、混ぜていただいていいですか。うお、あったかい。あったかいよ。トーンアップするって。ツルツルになっちゃうね。水を混ぜると真っ白になっちゃう。雪のように。美肌。そうです。今から宮古島海中公園に行きます。あれだった、家が。うわぁ、喺公古島落雨真係唔容易啊。出勤か出勤じゃないかって書いてある。ウミガメ出張中。かわいい、おでいを。休み、休息、出張もある、会社みたいね。いるスタッフ。うわあ、いた。いたなんかいた。なんかいた。見て、それはリンちゃん。あ、あったね。宮古島嘅海洋能见度高系佢嘅一大特征。呢座宮古島海中公園正正設於水深三至五米嘅海底世界。雖然今日咧天氣就唔好啦，唔係就好適合潛水，咁但係咧喺呢個水族館入邊咧都可以係望到海真正嘅海入邊嘅一啲生物啦。哇！啊啦，どれ？哇，すごい！お魚を見てるじゃん。魚たちも私を見てる。そうです。お互い観察してる。宮古島的海是不是很漂亮呢？其实早在飞机上面就俯瞰到包围住宮古島的清澈碧海，所以不如走到海滩上面近距离欣赏。其中一个知名的海滩就是绵延七公里的与那霸前滨海滩，更被称为东洋第一美。これは金子。大家留意一下沙粒是不是有别于平日常见的黄色沙粒呢？你们的沙是奶白色的，而且好有滑。接下来继续带大家去看靓景。龙宫城展望台有三层高，设计真的有点像龙宫。嗯，海呀，耶，透き通ってね。嗯，泳ぎたい。耶，スノーケリングしたいね。でも水着ないから裸だね。私たちはダイビングで出会ったじゃない？だからここを来て本当に思いがいっぱい出てくるね。そうだね、海の思い出いっぱいだね。今次同丹丹两个人嚟，想要享受宁静嘅二人世界，入住咗隐世而精致嘅豪华度假村 The Escape， 实在太适合啦！
我哋今晚呢間酒店超靚，叫做 The Rescape 啦。咁我而家就先 check in 先，之後就帶大家參觀一下我哋今晚間房同埋成個環境啦。頭先入嚟嘅時候真係好似一個遠離凡塵嘅世界，因為穿過啲樹林啦，然之後嚟嘅時候都係好安靜啦。咁今次呢間嘅 Rescape 咧，佢好特別嘅地方就係好多棟一棟棟嘅，好似 villa 咁樣，同埋 cottage 而組成嘅喎。總共有38間客房啦，咁亦都係面對住海洋。好緊張啊！房好似好大間啊，係好大棟啊！哇哇哇！好大好大好大！呢間房間簡直係我最近今年住過最大嘅房嚟嘅，係一間 villa 嚟嘅，亦都咧有個泳池喺出邊噶。咁除咗房之外，佢仲有後面咧個廁所同埋個衣帽間嘅，咁所以係有兩個廁所嘅喎。而成間房咧可以瞓到最多五個人噶。呢間酒店真係好大啊，所以咧係要用 golf cart 去接送我噶。我上車啦，而家去食飯啦。ずっと沖縄行きたいって言ったよね。そう。うん、やっと行きました。ねえ、人生初めて。あー。美味しいね。美味しいね。うん。地元の食材使ってる。うん。大きい。好大嚿牛肉啊。美味しいよね。うん。これはサプライズだよ。ハッピーアニバーサリー。わー、ありがとう。夜にはマシュマロナイトがあるって。ほら、撮って。近い？燃えちゃうよ、大丈夫？まだ、まだ大丈夫。私ね、燃やしたことあるよ。あー、燃えた。本当に燃えた。のぶこ。お疲れ様。うん、シャワー浴びました。気持ちいい。うん、あっちに行ってみて。どこ？あっちの寝室。あ、寝室？うん。なんで？秘密があるよ。どうぞ。なんだ。開けてみて。ここ？そう。怖い。ふふふ。なんだ、すごい。はい、ハッピーアニバーサリー。綺麗。全部歌は自分でやった？頑張りました。すごい。ありがとう。どういたしまして。これからもよろしくね。うん。我喺早晨啊，丹娜唔见咗，去咗边啊？お、おはようございます。おはよう。何しているの？景色を見て癒されてる。お客様、何をお望みでしょうか？おいしいコーヒーです。おいしいはないまろやかか甘い。早晨啊，我已經換好衫啦。咁我今朝第一個活動咧就係去做瑜伽，因為呢間酒店有提供好多唔同款式嘅活動咧去參加，亦都係唔使錢嘅喎。由于今日继续落雨，本来瑜伽班会在沙滩上面进行，而家改由室内场地，再加上健康又丰富的早餐，令我哋身心都充足啲呢。
最后我想再带大家行多一次呢间房啊，因为实在太大太靓啦，我要好好记得呢个美好嘅旅程啊！大家知唔知啊？今日丹丹咧，佢话想瞓晏啲，因为间 villa 太靓啦。咁所以咧，我就静鸡鸡咧，自己咧出咗嚟玩先。我就去着流装，同埋去玩三线啦。三线工房原来唔单止只得三线噶，仲有华丽嘅流装可以租借体验一下。未着过喎，梗系要试下啦。哇，做咩啫？好靓啊！佢虽然都系即系传统服装之一啦，但系喺日本咧，即系平时系通常着和服噶嘛，同埋浴衣噶嘛，但系呢度先至可以着到呢种嘅琉球服饰嘅。我试下先。之后是时候要认真上堂了，就是学三线这种传统乐器了。今天我们学弹这个海之声啊，第一次玩但是就已经要学海之声了。咁样先嚟。好。もう一回やってみようかな。ちょっと休憩したかったから、私先にここに来て体験しました。ごめんなさい。でもちょっとサプライズであげます。いきます。才能があるからよし、ありがとうありがとうございます、先生助かりました。ありがとうございました。とても上手でしたよ。耶、yeah, ！我哋今餐咧系食一个冲绳呢个当地好出名嘅 soba， 但佢又唔系咧普通荞麦面嚟嘅，系好似咧即系油面嗰种面嚟嘅。これはね、そばセットを頼んだ。あともずく、やっぱ有名だからね。私のは、ジョーカーそば。ホジャそば。ホジャそば。やはり沖縄の方言が特徴があって、日本語と違う。本民県長老だ。ここと、量がすごい。うまい。うまい。この麺好き。うまい、ごめん。柔らかい。柔らかい。超甘い。うまい。甘いね。旅はどうだった？楽しかった、うん、でもちょっと天気悪かったね。だから今度はね、天気いい時にシュノーケリングとかダイビングもしたいね。したい、絶対今日一緒にしたい、ね、宮古島は少し小さいお島ですけど、やることが多い。また行きましょう、うん、今回のアニバーサリーと旅は本当に楽しかった。ありがとう。楽しかった。希望大家都エンジョイ我們今次的行程啦。我們下集再帶大家遊日本。下次見，拜拜。記得 comment、like、subscribe 同埋 share。拜拜，呀呀呀。